6月16日金曜日朝5時52分のホームポイントは湖ですね。うねりさえ見えませんね。ショアブレイクはあるのか。16.7 度、ちょっと肌寒い感じがしますね。風はオフショアですね。半袖の両腕がちょっと肌寒いですね。車からは湖のようなフラットっていう意味で言いましたけど、ショアブレイクは結構太めのうねりが入ってますね。右には全くそれ見えないんだけど、右にあるかな。ホームポイントの右は、ああ、こちらこそ湖みたいですね。かすかにうねりが入ってくるのは来ますが、ああ、こうやって見るとうねりは見えますね。でもパッと見全体的にはもう湖ですね。